ペンティアム4、ペンティアム4、ペンティアム4は、インテルが製造した、ネットバーストマイクロアーキテクチャに基づく X86、アーキテクチャのマイクロプロセッサ、CPU に付された商標である。集積トランジスタ数は4200万。最初の製品は2000年11月20日に発表され、その当初は単一の商品名と目されていたが、その後も、 後継のプロセスルールで製造を及び販売展開され、製品シリーズを指すブランドになった。そのため、同じく Pentium 4を関する CPU であっても、プロセスルール、すなわち、製品世代によって性能が大きく異なる。それら製品世代を区別して指す場合には、自作パソコンユーザーは、インテルが用いた、社内開発コードネームをそのまま用いることが多い。 本校でも以降の不死では開発コードネームを目指しに用いる。2000年11月20日にリリースされた第一世代の Pentium 4である180ナノメートルプロセスルールで製造され256キロバイトの L にキャッシュメモリを持つ。当初はサポートするチップセットが高価なドラムしか利用できない Intel 850チップセットのみで ペンティアム4228メガバイト分、64メガバイトが2枚のリム、ドラムモジュールを安価な PC-133 スタラムと同等価格で同梱するなどの様々な反則活動を行ったが、あまり普及しなかった。このため、インテルは安価な PC-133 スタラムが利用可能なインテル845チップセットをやむなく発売した。 なお、インテル 865K 以降のチップセットは、ウィラメットに対応していない。開発コードネームは、ウィラメット側から取られた。発売当初は、ソケット423を採用していたが、後にソケット478を採用し、これが主流となる。2002年1月8日に、リリースされた第2世代のペンティアム4、ウィラメットのルビーをそのまま130ナメートル。 プロセスルールで製造した製品。製造プロセスの微細化による消費電力低減と L にキャッシュメモリの倍増、256KB から 512KB による多少の性能向上を実現している。最大動作周波数は2004年2月販売開始品にて 3.4GHz を達成した。2002年11月にはザヨンプロセッサに引き続き、ハイパースレッティングテクノロジー。 HT、ハイパー、スレッティングテクノロジー、同時マルチスレッティングが利用可能な Pentium 4がリリースされた。この HT に対応したチップセットとして、インテル865、875シリーズが開発された。後継製品のプレスコットと比較して、TDP と処理能力のバランスが良いとされ、日本の自作パソコンユーザーには、プレスコット登場後も根、ね、強い人気があったが、 2005年3月をもって製造を終了した。2004年1月1日にリリースされた90ナノメートルプロセスで製造される第3世代の Pentium 4 L1 データキャッシュを 16KB に増量し、L2 キャッシュメモリを 1MB に増量し、さらなる高クロック化を想定してキャッシュアクセスのテンシとパイプライン段数を増加している。 パイプライン段数の増加による性能低下を抑えるため、間接分岐予測ユニット追加及び、トレースキャッシュ BTB エントリー数の増量による分岐予測精度の向上、ストアマイナスロードフォーワーディングの強化、ハードウェアプリフェッチの強化などを行っている。このような改良を行ったものの、パイプラインの段数増加によって、1サイクルあたりの平均処理命令数は低下するため、 同じ最大動作周波数のノースウッドと比べると、わずかながら性能は劣る。ス2の拡張版にあたる、ストリーミング深度拡張命令3、ス3のほか、一部製品では、バッファーオーバーランを利用した攻撃プログラムの実行を防止する、エグゼキュートディスエブルビット、XD ビットや、AMD64 互換の64ビット拡張である、エクステンディドメモリー64ビットテクノロジー。 EM64T、後のインテル64といった機能が追加されている。初期の製品では、従来のソケット478に対応する製品も投入されたが、発売早々に775接点の LGA パッケージを採用する LGA775 に移行している。LGA775 派とも呼ばれている。 この T は次世代 Pentium 4として開発していた低ハス、口実に由来する。低ハスではより消費電力が増えることから、電源供給ラインのコンタクト数を増加する、目的ソケット T の採用が予定されていたが、プレスコットで、すでに同程度の消費電力になってしまったことに、対する措置である。プレスコットコアで発生したプロセッサの消費電力と、発熱の問題を受けインテルは、 ドマップを大幅に変更した。以降、従来の動作クロックそのものの向上を重視する戦略から1サイクルあたりの性能の向上を重視する方向へと開発方針を転換している。その時期を同じくして製品名称に最高動作クロックを付けることを止め、代わりにプロセッサーナンバーを導入している。対応するインテルチップセットは、である2005年2月20日に、 リリースされた第4世代の Pentium 4開発を中止した低発口述の代替として上位製品であったザイオンシリーズのうち2次キャッシュメモリを 2MB 実装した製品を流用て商品化したプレスコットとの比較では2次キャッシュメモリを 1MB から 2MB へ倍増し拡張版インテルスピードステップテクノロジーアイスと エンハンスドインテルスピードステップテクノロジーに対応させたものと得て良い。XD ビットも実装された。プロセッサーナンバーは600番台となる。また、コンピュータの仮想化技術であるインテルバーチャライゼーションテクノロジーを実装した製品、プロセッサーナンバーは 6X にも発表された。対応するインテルチップセットは、である。 当初第5世代のペンティアム4として開発されていたが、リーク電流増大による過大な自己発熱に禁する排熱、放熱困難が解決できず開発中止になった。インテルによるロードマップ開発途上の製品では、2つの物理コアそれぞれに2つのスレッドを処理させると見られるダイアグラムが示されていた。ハイパースレッティングによりにスレッド処理が可能なに、 コアによる4スレッドの同時処理が可能なクラスタ構成になっていたと考えられる。当時の CPU 開発担当者などによる説明では、本来の処理を行うプログラムを処理する本スレッドに、ヘルパースレッドと呼ばれる補助スレッドを並行して走らせることで、本スレッドの処理内容を前もって、ヘルパースレッドが処理を行い、本スレッドのコードをヘルパースレッドが解釈して、マイクロアップス化して、 トレースキャッシュメモリに充填し、データなどは前もって、メインメモリからキャッシュメモリにデータをコピーさせ、それによって、パイプラインストールの時間及び回数を軽減する、ことで、処理性能を向上させる予定であったと考えられる。低発開発中止の代替として、市場への新製品投入スパン維持を、プレスコットマイナス -2M が担い、製品ラインナップ上低発同等の、 性能製品としてペンティアム D が開発着手された。2006年1月5日にリリースされた第5世代のペンティアム4セダーミルは、テイハスの製造プロセスルールを微細化したものとして計画されて、いたが、テイハスが開発中止となったためプレスコット -2M をそのまま65ナノメートルプロセスルールに微細化したものに変更された。性能や機能は、 プレスコット -2M と同等で、プロセッサーナンバーも同等性能のプレスコット -2M よりも一大きいものに止まっている。ペンティアム D の改製品として位置付けされた。プレスコットと同じく消費電力は多かったが、後に改良によって、他社製品と特に変わらない程度まで低下している。その上価格もプレスコットより大きく引き下げられており、コストパフォーマンスが高い商品となった。 しかし事実上の後継製品である、インテルコア2への市場移行を速やかに促すべく、大きく宣伝されることはなく、収束を待つこととなる。ステッピング、製造プロセスルール改定によって、消費電力が大きく引き下げられたものは、プレスコットに比べて優れたオーバークロック体制を持つことが知られている。対応する、インテルチップセットは、である。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。